はい、さすがにちょっとフレッド・ペリーのパーカーだとガソリンつくのやだなと思ったんで着替えてきました。デニムに下もこのデニムっていうちょっとね恐ろしい格好です。デニムオンデニムで、なんとアグーを彷彿とさせるブーツと見せかけてただの長靴です。ということでこれから芝刈り、いや雑草刈り頑張ります。どうやってやんだこれ。生まれて初めてやります。あぶねー、これ合ってんの、これ待って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 、こういうことですね。つまりは合ってんの、これ合ってねえだろ絶対。こうでしょ、こうだよね。これでそれよ、鍵は電動、ついたんですけど全然動きません。使い方わかんないです。やばい、回りません、全然回りません。ワン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 言ってるけど全然回りません。来た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 、なんか緩いよこれ、いいのかな。よし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 、いきます。使い方はわかりました。しかしすごいんだよこれ、もうなんか跳ね返りがやばくて。ということでちょっとメガネを探します。フェイスガード的なこれを使えってことか。絶対違うでしょ、どれだよ。フェイスガード的なのを手に入れました。このタオルを巻いて対応したいと思います。イエーイ。すっげえことになっている。休憩中にビワを食べる、ビワ取り放題、おいしい。はい、ということで芝を刈り始めて何時間経った、うわ4時間ぐらい経ちました。もうなんかめっちゃ汚いですけど、どうですかね。最初草ぼうぼうだったんですけど綺麗になったかなって思います。おはようございます。朝6時です。眠い、そして結構寒いんですけど
今日もフラストと戦います。頑張ります。朝風呂浴びたんで2日目の作業も頑張っていきたいと思います。朝6時45分です。じゃい。はい、作業を始めてどんぐらいだったか分かりませんが、一応一段落っていうか二段落っていうか、一応これで芝刈りの方は終わりになりたいと、終わりにしたいと思います。皆さんに見ていただきましょう。どうぞ。じゃんじゃじゃん。よっしゃー、ほいっと。ここ一面全部雑草がすごかったんですけど、全部刈りました。1日以上かかりました。奥の方まで続いてるんですけど、ちょっとね全部は刈りきれません。この下崖になってるんで、そっちの方もできてないんですけど、ここら辺をね全部刈り取りました。やった。これでなんか人が生活している感が出ますよね。この後ね火もしたいと思います。やったー、イエーイ、綺麗になりました。はい、とりあえずシャワーを浴びて今回の別荘遊びはこれで終わりになります。ちょっとねまたしばらくしたら今度琵琶取りに行きたいと思います。では皆さん、いつかここで一緒にバーベキューしましょう。さよなら。